山形県立鶴岡工業高等学校は山形県鶴岡市に所在する県立工業高等学校、鶴匠の通称で呼ばれている。英語表記は鶴岡テクニカルハイスクール。後部括弧内は各科の略称である。一年機械科の場合、1M などと略称で呼ばれることが多い。後部括弧内は各科の略称である。 一年機械システム科の場合、一時などと略称で呼ばれることが多い。すべての学科がシステム化と称するため、六学科合わせて六システム化と呼ばれることがある。夜間の家庭。修行年限は3年以上。運動部に関しては、すべての部がほぼ毎年地区高校総体を勝ち抜き、県高校総体に進出するほど活躍し、特に水泳部は毎年インターハイに進出している。 運動部文化部ものづくり研究クラブ JR、鶴岡駅より、徒歩、約25分。周辺には、市役所、文化会館、山形県立鶴岡南高等学校、山形県立鶴岡北高等学校、東北公益文化大学、慶応義塾大学先端生命科学研究所、鶴岡アートフォーラムなどが存在する。文化の継承から絹織物候補鶴岡200、2008、 5、省内総合高校の再編整備について、山形県教育庁、2020年9月5日閲覧、ありがとうございます。